白い塔は、ギリシャテッサロニキのテルマイコスワン沿いに建てられている塔で、同志のランドマークでもある。12世紀頃の東ローマ時代に建てられたと言われている古い塔を取り壊した後、オスマン帝国時代に港を囲む城壁を作る時に改築され、最初は砦として後に牢獄として使われた。1912年にテッサロニキがギリシャ領になった時に塔は改修され、 洗浄され、白さを取り戻した姿から、白い塔と呼ばれるようになった。周壁が存在したかつての姿白い塔は、直径は23メートル、高さ27メートルの円柱形の主塔の上に、直径12メートル、高さ6メートルの矢倉が乗る形態である。内部は6階分の床があり、縦眼は、それぞれの階及び内部の螺旋階段に沿って割り付けられている。 絵画などによれば、かつては円錐型の屋根がついていた。1917年頃には、円錐屋根が撤去され、同時期に、首都の3倍の直径があった八角形の周壁も撤去されたと考えられている。テッサロニキが東ローマ帝国、ベネツィア共和国支配地域であった時代、この塔のあった位置には、港の東側の防衛ラインを守るための砦が存在した。 この初代の塔は、1185年のテッサロニキ攻略を記したテッサロニキ総主教ユーストシアスの記述に残っている。1430年にオスマン帝国皇帝村と2世が率いる軍により、テッサロニキが同国の領土に編入された後、塔が建造されたと考えられている。1912年に塔の入り口の上部より、 1535年から1536年と刻まれた石が発見されており、ドイツの歴史学者、フランツ・バビンジャーは、この塔は、トルコの著名な建築家、ミマールスイナンが、1537年にアルバニアのブロラに建てた塔と、同時期に建てたと推測している。オスマン帝国時代、塔は当初は、砦として用いられ、後に牢獄として使われていた。 1826年、時の皇帝マフムと2世は、反乱を起こした家にチェリの兵士をこの塔内で処刑した。そのことから、地の塔などと呼ばれることになった。何世紀もの間、塔は旧市街を囲む城壁の一部として存在していたが、1866年に城壁が撤去されるとともに、現在のような単独で立つ形式となった。第一次バルカン戦争の結果、 1912年に霧車両となった後に改修が行われ、塔の表面を洗浄して建設当時の白さを取り戻した。このことにより、現在の名前、白い塔が与えられた。現在、塔表面の色は再び茶色く変色しているが、故障は変えられていない。塔の内部はテッサロニキの歴史を展示する博物館となり、同市の主要な観光地となっている。 ありがとうございます。